おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、清水からなんか言いたいことがあるって、最近サメキタチャンネルって、はい、ほのかさんばっかりじゃないですか。そうだね、まあ、海って私を全然放送してくれないんですよ。もっとフューチャーしてくれと。はい。じゃあね、何ができるんだ。富士山走れるのか。じゃあ、いや、それはちょっとできない。頭いいことできるのか。それもちょっと苦手ですね。何やるんだ。じゃあ用意しましたよ、こっちも。はい、お願いします。あのラーメン二郎、去年渡辺がね、ここで高再生回数を叩き出した。いや、これね、再生数叩き出せば、使っていこうじゃないかと。単独企画も考えますよ。だからここは再生数次第です。ここで数を持ってるんだと、はい、私は叩き出せるんだけど、証明できれば、はい、自分のチャンスというのはね、自分で掴み取っていただければと。はい、頑張ります。ただやっぱりね、去年も経験した私、ゲストを用意しました。あ、サメちゃんですね。私ですね。私です。任せてください。どうですか。じゃあ早速ね、去年もやりましたけど、並ぶところから、はい、スタートいたしましょう。はい、平日でもこんなに並ぶんですね。めちゃくちゃ並んでますね。今年も来ましたよ。お茶もね、お茶買いました。準備万端ですね。準備万端。脂っこい食事にぴったり。早速ね、もうグビグビとグビッと飲んでますよ。早速。暑い、夏だから。夏だから。夏じゃねえか。美味しそうな匂いしてきたんです。美味しそうな匂いしてきました。この匂いがね、たまんないですね。そうだね。待ってるこの時間がいいですよね。そうっす。ディズニーランドのね、乗り物を待つみたいな。ワクワク感。ワクワク感。一回見たことにない。え？はい、お願いします。何買いました。ラーメン。色が違いますね。何のラーメンですか。インドラーメン。やったわけです。あれ、色が違う。一人だけ色が違いますね。さすがっすね、今年も挑戦ということで。走って食べちゃうから。 YouTube とかって載せて一緒に映っちゃおうかな。あ、うん。一応 YouTube みたいに載せて大丈夫です。YouTube に載せて大丈夫ですか。大丈夫だろ。ありがとうございます。そうそうそう。楽しみですね。じゃあ俺作っちゃおうかな。どれぐらいいけばいい。初めてのやつ。入れない。女性、そこまで。はい。じゃあ、お隣、具材にいただきます。ニンニク、油、辛めでお願いします。じゃあ、ひたすらもう、あとは、あとは食ってきます。近くなし。あり。しました。どうも。はい、食べるぞ。ありがとう。お隣は入れる。ありがとう。失礼しました。どうぞ。
せーの。はい、取りましょう。
どうですか、でも美味しかったですか。美味しかったです。初ラーメン二郎で、うん、ずっと楽しみにしててもやしがすごい多くあるから女性でも全然食べれます。なるほど。2年連続挑戦の総評大賞、はい、どうでした今年は。もう今年も肉ラーメンをね、豚ね、豚、ごめんなさい、豚ラーメンを一つ上の頂きを挑戦してました。どうでしたか。美味しかったですよでも店員さんも優しかったですね。本当に優しかったです。すごい優しくいろいろしてくれて、女性に優しかった。そうですね。もう皆さんぜひね、はい、あのこれを見て食べたいなと思った方ぜひラーメン二郎見立てていただければと思います。で、はい、さあ、ほのかさん、はい、今日はちょっとここに来ていただいたんですけども、ここなんか見覚えありません？よく北島さんと鮫島さんが番宣してるとこですよね。そうなんですよ。そこなんですよ。すごい見覚えあるの。まあ、今日なんでちょっと来てもらったかっていうと、はい、先週受けたじゃないですか、うん、ジェットスキーの、ね、ジェットスキーの免許で、それの今日ちょっと合格発表の日なんで。そうだ、来てもらった。待ってましたよ、合格発表。いや、僕も結構ドキドキですよ、これ。このパソコンで合格発表見れるんで、うん、早速ちょっと見ていきましょう。自信のほどはどうですか。いや、ある。ありますか。自信はあります。自信あります。あれ、ほのかさんの受験番号何番ですか。はい、私3番です。3番、はい、僕が2番でしたね、確か。ここにね、合格発表速報っていうのがあるんで、これを見ましょう。もう見るの簡単なんですか。もう見るの簡単ですね。学科試験合格発表、実技試験合格発表。あ、なるほどね、学科試験と総合合格発表があるんで。じゃあまず、学科の合格発表見てみましょう。はい。うわー、なんかめっちゃドキドキする。押しますよ。ほんと受験みたい。お願い。お3番やったー、よかったー。僕もありました。よかったー。とりあえずこれね、学科合格してるんで次。でも学科は終わった後に復習したじゃないですか。あ、自己採点ね。私6問間違えてたんですよね。そうですね。だからまだ、まあ、余裕はありました。まあまあまあ、6問だったら全然合格ラインなんで、いきます。実技ですよ、実技。問題は実技だよ。まあ、これで合格してたら、まあ実質合格ですから、ね、はい、ドキドキする。いきます。おお、合格しました。合格でした。2人とも合格したんで、うん、これは良かったんじゃないですか。合格しました。合格しました、2人とも。もう無事にプライベートで戻れますもんね。そうですね。じゃあまあこれにてジェットスキーの免許編終了ということで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。すいません、今日ちょっと呼んでしまって。どうしたんですか。ちょっと来ていただいたのにちょっと理由がありまして、うん、実はこれが届きました。おお、免許証。免許証、この間合格したのを見たじゃないですか。はいはい。あれですぐ1日後とかに、うん、免許証届きまして、うん、おー、ほんとだー、すごい本格的。結構本格的ですよね。僕の方にも、まあ、今手元にあるんですけど、うん、いや、ね、嬉しいなー。だって令和初の免許ですよ。そうですね、確かに。しかもこれ国家資格ですからね。結構頑張りましたもんね。自慢できますね、これで。免許が5年間有効なんで。あ、そっか。その間に更新の勉強も
受けなきゃいけないんですよね。まあ、勉強というか更新のその、まあ、手続きというか講習をね、期限切れる前にまで受けないといけないんで、うん、なんでちょっとそこだけ忘れずに。はい、じゃあまたね、海の動画今後ありますよね。またあります、あります、チャンネルでたくさん予定してるんで、だから視聴者の皆さんぜひ楽しみにしてください。行きます。じゃあこっちに来てもらっていいですか。まず YouTube でサメキタチャンネルっていうのを検索して、このハーモニープロモーションの横にある、チャンネル登録っていうボタンを押してください。皆さんやってくれました。よろしくお願いします。登録してな。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、サメシャワです。サメシャワです。第128回サメキタチャンネル始まりました。このチャンネルではハーモニープロモーションのタレントの告知情報と、我々マネージャーサメシャワとキタチャワの個人的見解をお届けいたします。お願いします。七夕ですか、今週は日曜日。七夕どうですか、願い事は。ないよ。ないですか。キャラさんあります。まあ、あれですかね、健康第一。キタチャワさん、それもう人生30年ずっとそれ書いてきてるんですかね。全然一回も書いたことないです。まあ今年30になりまして、僕もやっぱ健康というのはね、やっぱ課題になってきましたね。結婚ですかね、あと結婚したいなと。30なんでね、弟はね、もううち早く結婚してるんで、僕らは僕だけ。このチャンネルの繁栄を短冊に願おうかなと。あ、それだわ、思います。はい、それ私が今年の短冊はね、このサメキタチャンネルの登録者が一人でも増えますように、一人でも、皆さんに見てもらえるようにという願いを短冊に書こうかなと思います。はい、じゃあ告知いきます。いきましょう。橋本まなみです。はい、7月13日、はいはいはい、BSTBS、はい、伊勢神宮春の花火、はい、2019、今年2019です。生放送パンと、パンパン、奉納花火ってなんかいいっすね。これまた、ここ縁起のいい感じが。ほんと？奉納相撲とかね、いろいろあるじゃないですか、なんか。奉納プロレスとか。あ、プロレスもあるんだ。靖国神社で、ゼロワン、なんていうの、ゼロワンさん、ゼロワンプロレスさんが、3月ぐらいに毎年やってますね、奉納プロレスみたいな。プロレスじゃないですか、さ、花火大会なんですけど、生放送でね、橋本キャストに出てくるので、ちょっとね、現地行けない方なのか、これ、テレビ。混むから、混むから。そうです。まあ、まあ、これ歴史あると思うんですよ、花火大会だと思うんで。混むよね。はい。まあ、なんで、ちょっと見に行けないなって、例えばちょっとかなり遠くに住まれている方が見に行けないなって方は、ね、テレビでね、見ていただいて、一緒に奉納ですか？花火大会の思い出とかありますか？花火大会とかありましたけど、はいはい。まあ、あんまりお祭り。島の花火大会とかどうなんですか、逆に。結構盛大に、やっぱできる感じですか？いや、ちゃんと見たことないですもん。だって、わかんない。神聖な気持ちで、ね、ちょっと見ていただければなと思います。はい。楽しく。はい。今週以上です。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。一人でもチャンネル登録者が増えるように、僕は短冊に願いを込めたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、本当それだよね。一番で。ありがとうございます。じゃあ、ね、一番の願いです。